ウィリーです。7月2日土曜日ですね。やっと影に入りましたいつもの鉄橋です。はい、このルートもう何度も何度も皆さんにご紹介している私のお気に入りのマイホームコースですね勝手にホームにしてるんですが、京都府南丹市、日吉ダムに向かうルートですね。今日の目的はというとですね、この朝涼みにこの出てきたというのが一つと、もう一つは今乗ってる、R1200GS アドベンチャー の、カスタムの進捗状況を皆さんに見てもらおうというところです。はい、日吉ダムが見えます。今年の梅雨は異常に早く、梅雨入りして異常に早く梅雨明けして、全然この降水量としては少なかったので水不足にあるだろうと言われてますね。私の R1200GS アドベンチャーです。あれから変わったところをお話ししますと、タイヤですね。タイヤ、これは昨日変えたところです。入れ替えました。新興のですね、タイヤですね。一流ブランドじゃないよということなんですけどもね、804って書いてありますね。後ろがね805なんですよ。前と後ろでこう品番が違うっていうことですね。ラディアルタイヤですね。はい、非常にお安かったですね。タイヤの入れ替えというと大型の車両の場合前後入れ替えると6万前後かかりますよね。4万3000円でしたよタイヤ入れ替えてハイタイヤの処分、それから工賃含めてね、そんな感じでした。はい、そうパニアケースにベタベタと、私ステッカー大好きなのでベタベタ貼りました、はい、貼ってますねこの辺のそうですよ、シリーズで貼ってますね。モトラッドでいただいたのとかね貼ってます。はい、それからこのトップにもね、もう擦れて傷がつくので、プロテクションの意味を込めて一面これ自分でカッティングシート貼りました。はい、そんなとこですね。で、汎用の、なんていうんですか、メッシュシートカバーですね。お尻が涼しくていいですね。暑くならない、蒸れないですね。ステップにカバーですね。こんな感じでこれもつけてますね。それから、インナーフェンダーですね。ね。それからスライダーですか。それから以前と、ね、変わってませんがシールドですね。はい、こんなステッカーというかゼッケン貼りましたちょっとね、日本の端っこ行くんなら日本のね端っこ、今年は宗谷岬行きますから、4局あるいは16局っていうんですかね、日本の端っこへ行くときにはね貼っときたいステッカーですね。詳しくはまた皆さんご存知なのでもう割愛します。そうですね、あとは何が変わりましたかね。これですね、これ以前こちらにあったのをこちらに移設しました。ここにするとね、こちらの方の、バイクに乗った状態では右側になるんですけどね、向かって左になりますけども、これだけ死角になってしまいますよね。それはもう諦めてます。仕方がないです。この辺りにこう
なんかこうカメラをね止めらつけられるようなこうオプションのねステーがあるんですけどね、ちょっとね、こちらにしました。はい、あの簡単な付け方ですよ本当に。もともとはその GoPro か何かのアクションカメラをつけるためのステーなんですけどもね、 GS ってこうなってるでしょ、それに、まあ、つけてると、マジックテップベルクロですね、ベルクロでつけてますからベリッと剥がせます。はい、ですけどね、タイヤについてお話すればやはりね、乗り味がすごく変わりました。以前はあのアナキーアドベンチャーですか、ミシュランのねアナキーアドベンチャー履いてたんで、それから比べるとまあ本当にやっぱりあのアナキーアドベンチャーの方が全くもってあの高いだけありますね。操作性、操案性を安心をしてね乗ってられましたけど、これはねちょっとね、バンクさせ始めて、まあ、バイクをこう傾け始めるとどこまで行くのかまだ私が掴んでないからなんですけどね、どこまで倒し込めるかな寝かせるかなっていうのがねまだ私が分かってないに過ぎないだろうと思うんですけどね、ちょっとねまだ不安なので、それからやっぱりあのブロックパターンですから、ゴーッゴーまでいかないですけども、それまでそこまでいかないですが、ヒューンというかムーンというかグーッというかそういうこもったような、うなったようなね、ロードノイズっていうんですか、それはもうね仕方がないですね。ブロックパターンの宿命ですね。それからまだ昨日入れ替えたところでねよくわからないんですが、燃費はきっと落ちるでしょうね。リッター1か2、2は落ちないかもしれないですけどね、そんな風に思います。まあ今のところ決定的にこれは困るなということはないですね。まあ、お安い、ね、コストパフォーマンス最高っていうんですが、まだ安いんですけどね、まあ、ブロックパターンのタイヤは早くねライフ短いですよね。ライフがどんどんすり減っていきますよね。ちびていくというのかそんな風に思えばね、安いからといってねそれほどお得感をねあまり感じないですね。まあまだね、はい、そういうことですまあいろんなステッカー貼ってるのがちょっと目に留まるかも大分バイク好きってね、大分じゃないですよ、大分バイク好きですからねまあだいぶ好きですけどねはいまあこんなことで、まあ、ステッカーばっかり凝ってますね。バカでしょ、北海道のステッカー貼ってます、まあそんな感じですね。はい、さて帰りましょう。気温が29度、もう30度が目前ですね。道の駅、になってるんですよここはね、日吉ダムの、ちょっと一息水分を取ると一息ほっとしますよね。でこの新興のですね、タイヤ804、805ですが、やはりねブロックパターンが中心なので、まあ本格的なこのオフロードの本格的なその、ね、ブロックパターンのタイヤではないようですよね。横方向にこうブロックがこうちょっと弱いんじゃないのとかねよく聞きます。それから高速道路を走ってしまうと、まあ、100キロ越して120キロ制限のところなんか120キロで走ってしまうともう角がどんどん削れてしまうんじゃないのとかね、そういうインプレッションもよく聞きます。今日はまだ高速道路走ってませんから、高速道路での、乗り心地であるとか、高速道路降りてからこうタイヤを見てどんな風に削れてしまったのか、ね、角が落ちてしまったのかっていうのはまた
そのうちお話しすることができるかなと思います。今日はまあ一般道下道を、まあ、低速で走ってどんな感じなのかというところが皆さんにお話しできればと思って出てきました。今もあの聞こえているかもしれませんが、ウォーンというかうーんというかね、そういうあのうなるような音はね、もうこれはもうブロックパターンのタイヤの宿命ですよね。でタイヤ前のタイヤがそのブロックパターンだと、まあ後ろです、大体前後でするタイヤチェンジするもんですけども、ハンドルがねこの高速になるたら高速で走るとあのブロックパターンのタイヤを履いているとハンドルがこう小刻みに左右に触れるっていうか、シミーっていうんですか、そういう現象があるっていうようなことはね、まあ、あのよく言われてますね。でまあそんなあのシミー現象を感じるところまで今日は走っていないので分かりません。まあ朝のね涼しいうちに、朝活とか朝練とかね、で皆さんも朝のうちに乗っていらっしゃることが多いんだろうと思うんですけど、私もそのご多分に漏れず涼しいうちにとっとと家に帰ろうと思います。では今日のモトブログはこの辺でおしまいにしたいと思います。もっと詳しいタイヤのインプレッションは後日また再アップロードさせていただきたいと思います。ではこの辺でいつも最後まで見てくださって本当にありがとうございます。また次の動画でお目にかかりましょうね。ありがとうございました。さようなら。